関東甲信と東北が今日梅雨明けとなりました。東京オリンピックの前半は平年よりも気温が高くなる可能性があり、熱中症にも十分な注意が必要です。気象庁が午前11時に梅雨明けを発表した。今日。都内では朝からすっきりとした晴天に恵まれました。関東地方は今日梅雨明けし、ここ式根島も。 青空が広がっています。しきねでは早くも海水浴を楽しむ家族連れの姿がありました。午後1時を迎えた千代田区麹町です。手元の温度計34度を示しています。マスクの蒸し暑さもあり、立っているだけで汗がじんわりと出てきます。関東甲信では。 去年より2週間以上早い梅雨明けとなり東京都心では最高気温32.1度を示し真夏のような暑さとなりました炎天下となり中央区の晴海中学校では生徒8人が熱中症の疑いで搬送されました気象庁は関東では来週にかけて気温が平年並みか高いと予想していて感染対策に加え 熱中症にも十分注意するよう呼びかけています。